夏休み明けの模試で点数が下がったのですが、なぜでしょうか。だいたい夏休みは12時間ほど勉強してますか、してました、高3ですっていう相談なんですけれども、まあこれはいくつか理由があると思うんですけど、まず単純に点数が下がったっていうことに関して言うと、模試のレベルが上がってるっていうのが1個あるとは思います。あの1学期の模試ってよく見てもらったらわかると思うんですけど、全範囲入ってないと思うんですよね。で、あの2学期以降の模試とかっていうのは本当に全範囲とかになってきていて、でどうしてもやっぱ後半の部分とかっていうのは学校のスピードっていうのが遅かったりして、演習が追いついてなかったりとか、十分にまあ勉強できてないっていうケースがあったりするんですよね。でそうなってくると当然ね、まあレベルが難しくなっていて、あの自分のレベルがそこまで追いついてなかったら点数出なくなるわけですから、まあ、そこは、まあ、ある意味当然ちゃ当然の部分が一つあります。で、まあ、ここでそのちゃんと塾とかに行っている人はある程度ね、塾の先生とかがそういったことを把握しているので、まあ、当然ね、あのそれなりの対策というか、夏休みの間にこういったことやっときましょうみたいなアドバイスをしてくれているので、まあ、普通に伸びるとかっていう話があったりするので、まあ、ちょっと相談者さんがどういうふうなことをしているかわからないんですけれども、ちょっとねそういったところでアドバイスを受けてないっていうんだったら、一つね、まあ、学校の先生とか信用できるね、学校の先生とか、まあ、塾の先生、まあ、塾通ってないんであれば、ちょっとね、あの体験入学的なところでアドバイスだけもらってくるとかね、まあ、そこに関して言うと大体無料体験とかやってたりするので、そこでまあその方向性とか、今こんな感じでちょっと大丈夫ですか、遅れてませんかとかみたいな確認をするだけだったら割と無料でできたりもするので、まあそういったところで一つちょっと進度っていうのを確認してみるっていうのはいいかと思います。基本的にやっぱ学校のスピードとかって遅いんで、そのノリでやってるとね、あのマジで間に合わないこととかあったりするので、そこは注意するといいと思いますよ。で後半戦の話になってくるんですけど、あのね、1日12時間勉強してましたっていうのはこれすごい話なんですけど、あのね、これほとんど身についてない可能性がありますよね。単純に12時間勉強してるってことは、それ以外のことって、まあ、8時間睡眠を取ろうと思ったら4時間でしょ。4時間でなかなかさ、まあ、他のことって全部処理するのって大変だったりするわけですよ。で人間の集中力とかって、まあ、基本的に、まあ、持ってもね、あの1時間半とか2時間限界だったりするんですよね。まあ、だからこのあのポモドロテクニックでやってるのは25分とかってすごい短い時間で切ってやってるんですけど、ちょっとね、勉強時間っていうのが単純にその机の前にいる時間っていうのになっちゃってる可能性があるので、これだと時間だけ伸ばしても勉強した意味がなくなってしまうみたいなことになっちゃうので、一回ねそのあたり見直してみるといいかもしれませんね。時間じゃなくて、自分が一体この勉強の時間に何を勉強したのかって話ですよね。まあ、教科書どこからどこまで読みましたとか、何問問題を解いたのかとか。で、その辺のところっていうのがですね、あの友達とか、特に勉強ができる友達ですよね、とかとちょっと比べてみてください。1時間でどれぐらい参考書とか進むかって話をしてみてほしいんですよね。で、それでやってみるとですね、結構差が開いてるってことあったりすると思うんですよ。なんか1時間かけて1問しか解けなかったとかっていうような人も中にはいるんですけど、問題解く人とか早い人だったら、まあ2、3問とか当たり前だし、なんだったらね、10問とか解くような人もいたりするんですよ、数学の問題とかで。まあそれはやり方を知っているから、あ、この問題解けるなと思ったら、もうそこで解かずに次の問題行って、あの分からないところだけ注力して、まあ頭を使って考えていくとかね、そういう風な効率のいい勉強の仕方とかやってたりする人いるので、まあちょっとねそこら辺もあの他の人と比較っていうのをやってみてください。まあもうちょっと詳しい情報とか教えてもらえたら、僕の方でもアドバイスできることあるかもしれないので、また何かあったらねコメントしてもらえると対応していこうと思います。